こんにちは埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は遺言書を作り直すことはできるのかというテーマでお話をしたいと思います。それですね結論から言えば、ですね遺言書っていうのは1回作っても撤回することができます。そしてですね遺言書作って、その後ですね新たな遺言書をですね作り直せば、ですね前の遺言書のですね、まあ、新たな遺言と抵触する部分については撤回したものとみなされます。 ちなみにですね、このチャンネルでは、シニア世代とそのご家族向けにですね、相続遺言の手続きについて、分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。では、本題に戻りまして、遺言はですね、撤回できるという話なんですけども、民法ですね、1022条を見るとですね、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるということで、遺言した人はですね、その後いつでもですね、遺言の方式で、 その前に作った遺言を撤回することができるということになってます。で、このですね、遺言の撤回はですね、前の遺言と同一の同じ方式でですね、撤回する必要はありませんので、例えばですね、前の遺言書を公正証書遺言、交渉人が作る公正証書遺言で作ったと、その後この公正証書遺言を撤回するのにですね、 撤回するのに使う遺言がですね、公正証書である必要はないと、自分で書く実質証書遺言で前の公正証書遺言を撤回しますということでも構わないということですね。同じ方式で撤回する必要はありませんということです。それでですね、撤回の文例について紹介するとですね、例えばこんな文例が考えられます。遺言者は何,何年何月何日、 何々法務局所属、交渉人誰々作成、同年第何号の公正証書遺言による遺言者の遺言のほか遺言者が従前にした遺言の全部を撤回しますという、こういった文言をですね、遺言書、新たに作った遺言書の中に盛り込んで、従前の遺言を撤回しますよというですね、意思表示をしておくということになります。それですね、遺言の 公式で、まあ、遺言で撤回しますというやり方のほかにも、ですね、まあ、撤回したとみなされることが4つあります。こういうことをやると、ですね、前の遺言を撤回したとみなすということがありまして、ですね、まず、ですね、前の遺言と内容の抵触する遺言がされたとき、民法ですね、ね、1023条1項に定められていて、 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなしますと。で、どういうことかというと、例えばですね、前の遺言で長男 A に A 不動産を相続させますと。こういう遺言を作ってたとします。A 不動産は長男に相続させるんだと。ただ、遺言した人がですね、またその後にですね、遺言を作り直して、次男誰々に A 不動産を相続させると。まあ、前の遺言で長男に相続させるとした、この不動産をですね、次の遺言では、こう、次男に相続させますよという内容で遺言を作ったと。で、この場合は、長男に A 不動産を相続させるというですね、その部分について、前の遺言については、撤回されたと、したものとみなされます。まあ、なので、この、最終的にはですね、相続が始まれば、A 不動産っていうのは次男が 相続するという話になります。で、次にはですね、遺言と抵触する生前処分がされたとき、これがですね、民法の1023条2項に定められてまして、全項の規定は遺言が遺言後の生前処分、その他の法律行為と抵触する場合について順用するということで、 抵触する部分。この生前行為ですね。遺言者の下ですね。生前行為がですね、前の遺言とですね、抵触した場合はですね、抵触する部分について、前の遺言撤回しましたよと、前に作った遺言を撤回したものとみなすということですね。例えば、前に作った遺言で、 長男、誰々に A 不動産を相続させる。こういった遺言を作ってたとしまして、その後ですね、遺言者がですね、存命中にですね、この A 不動産っていうのを売ってしまって、まあ相続の時にはもう A 不動産存在してないという話になればですね、この遺言者がしたですね、不動産の売却という生前処分によってですね、まあ前にした遺言で長男、誰々に A 不動産を相続させるという部分については、 撤回したものと、このように見なすということになります。なので、遺言と抵触する生前後処分がされた場合はですね、その抵触する部分は撤回されたものと見なされます。次、遺言者がですね、故意に遺言書を破棄した場合ですね、これが民法1024条前段に定められてまして、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものと見なすと。 自分で書いた遺言があったとして、ですね、遺言した人が故意にですね、その遺言書を破ってですね、細かくちぎって捨ててしまったというような時ですね、そうしたらその遺言は撤回したものとみなすということになりますで。注意しなきゃいけないのが、公正証書遺言の場合ですね、公正証書遺言というのは、ですね、公正証書遺言を作ると、ですね、遺言書の原本は公証役場に保存されています。 保存されて,てです、ね、その原本と同一の効力のあるです、ね、書類、公正証書の正本ってのをです、ねまあ、遺言した人に渡されるんですけども、この原本が公証役場に保存されている限りです、ね、遺言した人がですね、その 公正証書の正本ってのをですね、手元にある正本をですね、こう破棄したとしてもですね、原本は公証役場に保管され、保存されているので、遺言書の破棄には当たりませんというですね、そういった旨の裁判例がありますので、公正証書遺言の場合はですね、正本を破棄してもですね、撤回したことにはならないというふうに考えてた方がよろしいかと思います。なので、公正証書遺言を撤回する場合はですね、遺言の方式でですね、 まあその前作った公正証書遺言を撤回しますという遺言を改めて作った方がよろしいかと思います。えー、次ですね。 遺言者が故意にですね、遺贈の目的物を破棄したときも同様ということなんですけど、撤回したものとみなすなんですけども、民法1024条公壇ですね、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様とするということで、目的物を破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすということになります。なので、例えば前、遺言書でですね、長男誰,誰に、 A 自動車を相続させると一回遺言書を作っといてですね。で、その後遺言した人がですね、その自動車をですね、廃棄処分してしまった場合はですね、この長男にですね、自動車を相続させるとした遺言は撤回したものと、その部分について撤回したものと見なすということになります。で、こういった行為でですね、撤回した遺言をですね、撤回しましたと、たださらにですね、その撤回したことを撤回してもですね、 大元の旧遺言は復活しないという話があります。民法1025条に定められてまして、前3条の規定により撤回された遺言は、撤回された遺言は、その撤回した行為が撤回され、取り消され、また効力を生じなくなるに至った時であっても、その効力を復活しないと。なので、一回遺言書を作って、その後撤回しましたと。ただその撤回、 撤回した行為を撤回したとしてもですね、大元の旧遺言は復活しない、回復しないということになります。で、まあ、正し書きがあって、ただしですね、その行為が、錯誤、詐欺または脅迫による場合は、この限りではないということで、まあ、錯誤とか詐欺、脅迫によって撤回してしまった場合はですね、この限りでないということで、復活、旧遺言が復活するという話なんですけども、まあ、ただですね、 あとあとですね、問題にならないように撤回した旧遺言を復活させたい場合っていうのはですね、もう旧遺言、大元の遺言と同じ内容の遺言を新たに作成した方がよろしいかと思います。もう大元一回撤回してしまった遺言をですね、復活させたい場合は、その内容と同じものを新たに遺言書を作成するという方がよろしいかと思います。 では、まとめとしまして、まあ、遺言書の撤回できると。そして、新たに遺言書を作ればですね、前の遺言書の抵触する部分は撤回したものとみなされるので、まあ、事情が、まあ、遺言書を一回作ったけどですね、何年か経って事情が変わってですね、まあ、遺言書をですね、内容を変えたいという場合はですね、新たな遺言を作ればですね、前の抵触する部分、前の遺言の抵触する部分は撤回されたものとみなされると。で、ただですね、 遺言書をですね、作り直すにはですね、まあ遺言書を作るというですね、意思能力がないとできないので、その認知症とかで判断能力が低下してしまうとですね、遺言書を作り直せない可能性が出てくるので、まあ事情が変わった場合ですね、事情が変わってですね、遺言書の内容を変えたいという場合は、早めにですね、対応した方がよろしいかと思います。早め、事情が変われば早めの段階で遺言書を作り直した方がよろしいのではないかと思います。 それではですね、今回は遺言の撤回についてお話ししてきました。司法書士柴崎事務所ではですね、不動産とか預金の相続手続きとかですね、遺言書作成支援を受けたまっております。初回面談相談は無料ですので、必要に応じてお電話をまたはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。